始まりました。リュウネツゲーム TV、 ゲーム大好き沼尻です。 e スポーツプレイヤーのケイタです。今回はストリートファイター5をやっていきます。はい、ストリートファイター5といえば格闘ゲームを代表する作品です。そうですね。そしてプレイヤーを紹介していきましょう。まずは朝日さんです。よろしくお願いします。朝日さんは前回放送された女子大会で圧倒的な実力を見せつけ優勝したプレイヤーです。はい、強かったですよね。強かったです。はい、そして対するは昴生くんです。強いと聞いているので勝ちたいです。はい、昴生くんは沖縄県内の学生を代表すると言っていいプレイヤーですね。はい、小学生とは思えないプレーを見せてくれます。さあ、どんな試合になるんでしょうか。それでは準備お願いします。ラウンド1。さあ、どちらが強いんでしょうか。戦いが始まりました。はい、まず朝日さんの使用している左側の影なるものというキャラクターは、はい、主人公の龍が殺意の波動に目覚めたキャラクターになっています。で、対する昴生くんのキャラクター、はい、右側のセスは、はい、機動力が高く高威力なコンボが特徴です。はい、2人とも、まあ、龍熱としてはこの番組としてはおなじみのプレイヤーなんですけれども、はい、昴生くんは前アビゲイル使ってましたよね。そうですね、キャラクターをだいぶ前から変えていますね。なるほど、それは師匠のケイタさんの影響なんでしょうか。それはちょっと聞いてないんですが、はい、どうなんでしょう。嬉しいですね、はい、それでしたら。これトリガー早くも勝つと、これは減りますよ。はい、さあ、沖縄女子大会の王者を苦しめているか。朝日選手もここでトリガー発動。朝日さん、ゲージが全部マックスなので、はい、うわこれちょっと相手にガードされた状態で、はい、必殺技まで出してしまったためにちょっと反撃食らってしまいましたね。さあ、龍熱、沖縄女子大会の王者に勝ってしまうのか。小学生プレイヤー昴生くん、これ前、今のは反撃確定、しっかり朝日さん決めていきました。はい、やり込みを感じられますね。しかし昴生君もしっかり見てますね。そうですね、結構、はい、手の出しどころが非常に的確ですね。はい、これ決まる。これもちょっとコンボを見せてしまいましたね、朝日さん。はい、その隙を突かれてしまいました。感電エンジンで相手を引きつけていく。トリガー解放したので、はい、相手をサーチするこのトリガー。そうですね、瞬間移動ですよね。これですね、はい、これが来ます。しかし不正だ。これは本当にお互いゲージがマックスなので、そうですね、読み合いになって、おっと、ちょっと朝日さんの声が聞こえたか。ミスが出てしまったかということで、ここで女王敗れるということで、昴生くん勝ちました。いかがだったでしょうか。勝てて嬉しいです。はい、見事な勝利でした。そして朝日選手、最後悲鳴も聞こえましたが、いかがだったでしょうか。はい、私のミスもあったんですけど、その時に昴生君がしっかりと毎回ダメージ取ってきたので、それでもう完敗でした。ありがとうございました。はい、ということで見事勝利をしたのは昴生君でした。龍熱ゲーム TV、 また次回お楽しみに。熱くなろう龍熱ゲーム TV。